赤星赤崎せよ赤星マシマシてめーです。おい今年初のラーメン二郎、目白大店さんに行かさせていただきました。はい八王子ねえ、くぬぎだと読みます今のね。もう芸人もね、目白台駅からどこまあ10分ということですけども、うん、以前ですね法政大学多摩キャンパスの近くにあったので、はい、店名があの目白台法政大学前店という16時の最長の二郎だったんですけど、うん、あ、そうなんですね。移転して法政大学の名が消えて、うんうん、今の最長はラーメン二郎八王子野苑街道店2です。あーなるほど、文字数で言うと、文字数で言うとといった目白台はこういった形になっておりまして、はい、まああの小ラーメンからね大ラーメンまでありますけど、あのつけ麺変更券、汁なし変更券という、うん、あの中山二郎と同じようなやり方で、そうそう100円か150円とかでこう買うんですね、うん、で僕は今回は大と汁なしの変更券を買って着動してる、はい、あら汁なしうまそう。あの小の豚蒸しあったんだけど大の豚蒸しこの日売り切れだったんで、まあ、しょうがないですけど、はいはいはい、はい、で汁なしにすると卵黄がちょっと汚れついてくる。なるほど。いやこれをねいつ割ろうか割ろうか思いますね。まあ、まあ醍醐味というか、花が咲いてます、ね、あなるほどね確かにね、まあ、見えるんです真ん中に、まあ、黒油発祥の地だとも言われているんで、あそうなの最初だと言われているんでね、食べていきましょう。まずはねなんと豚さんからいっちゃうんですね。豚骨ね、あのバラ肉ですけども巻き豚じゃない、うん、この脂身の部分がトロトロということでね。なるほどね、なるほどっていうか食べましたでしょあなたも、まあ、僕はねあの普通の方食べましたけど三角にってあーそっかそっか赤身の部分はちょっとしょっぱめの返しがビシッ染み込んでますんでね、はい、非常に美味しいね、そして続いてあ来ました黒油すでに染み込んでる返しの味とまたちょっと違うんですね。なるほどね、ワインみたいにグルーティーな、ま、なるほどねじゃないんだよあと言ったでしょ僕も食べました、はい、食べましたでしょ。そうですね、フルーティー黒油ですね、卵黄と一緒に食べるとわーすごいな。これはどうなるんでしょうか。国士無双です。あ出ちゃいました。上がっちゃいましたね。ちょっとやっぱりねもう比類なきうまさということでね、でさらにこれを合わせてねあの野菜なんかも組み合わせるともうずっとうまいんで最後まで、うん、これはもう黄金コンボといって差し支えない、うん、黄金コンボです、ね、大事なことは、ね、大事なことだから2回言った国士無双って言った後の黄金コンボシー、そんなことしてる間にねなんと麺がひっくり返ってますけども、これ実はややデロだったんですよね、うん、麺としては、うんうん、まあ固めではない、うん、ただねあの汁なしにすると胡椒が初めからこうもうあえてある、うん、大量にあえてあるんでね、うん、僕としてはもう嬉しい限りということでね、うん、あのどんどんそこの返しとね結構均等に絡ませた方が絶対美味しいから、まあそう、まあ、混ぜてってねそこは最初にね天と地はひっくり返してくださいもう本当にねえお願いしますね。まあ汁なしはねそれがいいですね、うん、いやまあ確かにね混ぜることは大分ですね。ニンニクも合わせていきましょう。多いな、まあ、結構多いっすよ。そして汁もまあまあ多いね、取り入れていきますけども、まあ辛さとしてはそんなにまあ強くない、あ強いわ辛さ強いです、辛さ強いです、めちゃくちゃ強いですね。まあちょっとむせる可能性もねあるんでゴーとかいっちゃった。いや辛いって言ってたよね、ニンニクね。そう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 、ね、結構辛かったですよ。ザキさんどうだったの。いや辛かったですよ僕も。辛かったっすか。ただ僕の辛いところも10倍辛かったよまあそこにねしょっぱレベルの 3.1 なんで 3じゃないんだ。いや細かさいいよ、辛さとしてはまあ、 あのナイーブなんですね。なんで醤油飲みすぎて敏感やってるんですか醤油に対して確かに確かに、まあ小数って第2までいくかもしれない3ではなかった、3よりちょっと上みたいなことですね。まあデフォ胡椒とニンニクの力すさまじいんでね、あの卓上胡椒実はかけないという大失態を犯してます今回。失態なんですかそれは。失態ですもん、使わないというのは。う確か SB だったはずですもんね。デフォ胡椒だった、まあ、言わなきゃバレなかったですよ多分ねあ、そんな時はですね、こういった目白大水を使っておりますが、久々にね、目白大の給水器、なんと水、氷水、氷と切り替え可能だということで、まあよくあるやつですね。なんかボタンを押してね、この方なんと飲み放題ですこの方の位置、まあ、いい席取ったね、じゃあね。後ろの観葉植物も綺麗に映ってますね。というわけでごちそうさまでした。いやーやっぱもっと通いたい、僕は2回目なんだけどね、目白大ね、はいはいはい、レベルを見ていきましょう。あ、もう油ベル90、ニンニクベル91ということは90.9 です。95円行っちゃいましたよ、目白台ということでね、二郎初心者の人に今日目白二郎行ってきたよみたいに言うと、おーみたいな、あー、はいはい、マジか、まあ、山手線にもあるんだみたいな感じ、その目白じゃないよみたいな。目白って言って目白台かどうか分かる、大久保って言うと京成大久保かどうか分かる、うん、これ2個知ってたら
まあジロリアンレベル初級は超えてると思うんですね。なるほど、千葉の大久保だって分かってる。そう、ということで目白台ね、都内では一番西にあるジローということで行ってまいりましたね、はい、今年ももっと行くぞ、ごったです。Thank you.